サウジアラビア軍は、サウジアラビアの軍隊である。サウジアラビア陸軍、サウジアラビア海軍、サウジアラビア空軍、サウジアラビア防空軍、サウジアラビア戦略ミサイル軍の5つの軍種からなる。サウジアラビア軍の法律上の最高司令官は、国王だが、事実上の指揮権は、サウジアラビア政府の長である首相が有している。また、軍の管理、運営は、国防省が担当する。 1992年に定められたサウジアラビアの統治基本法は軍の任務としてイスラム教義、二世モスク、社会と祖国の防衛を定めている。サウジアラビアでは軍のほか、準軍事組織としてサウジアラビア国家警備隊、サウジアラビア王室警備隊、サウジアラビア国境警備隊が置かれている。サウジアラビア軍の始まりは1902年に アブドゥルアズイーズイブンサウードがリヤアドを奪回するために、集めたサウード家の親戚演者からなる、わずか40人の兵力だった。守備隊3000人に対して、わずか40人という兵力ながら、占領軍の指揮官である、アジュラーン総督を打ち取り、リヤアドを奪還した。イギリスの支援を受けて、軍備を拡張していき、ラシード家やハーシュム家との戦争に勝利して、 現在のサウジアラビアの国土を得た。イギリス式の階級制度を採用しており、全軍で共通の階級が用いられている。アストロズ2アルリアド級フリーゲートメッカ海 -15、サウジアラビア陸軍は7万5000人の兵力を保有する。中東で数少ないアメリカの同盟国の一つであり、湾岸戦争ではアメリカ合衆国を含む多国籍軍に参加している。 サウジアラビア海軍は3000人の海兵隊員を含む13,500人の兵力を保有している。同盟国であるアメリカの支援を受けて最新鋭の装備を持っている。サウジアラビア空軍は2万人の人員を保有する。装備する航空機はアメリカ、フランス、イギリスなど様々な国から購入している。サウジアラビア防空軍は一万六千人の人員を保有する。 ミ民 -23 ホークやパトリオットミサイルを多数保有している。サウジアラビア戦略ミサイル軍は4万人の人員を保有する。中国から導入した DF-3 などの弾道ミサイルを多数保有している。サウジアラビア国家警備隊は国境警備や国内の治安維持に当たっている。ありがとうございます。